高齢者の介護や生活の相談を行っている五十鈴地域包括支援センターが市民ボランティアなどの協力を得て初めて行うものです。介護老人保健施設山崎園の送迎車を活用して自宅までの送迎を行い、イオン伊勢店で理学療法士によるリハビリと買い物などが楽しめます。買い物支援だけではなく、理学療法士による介護予防までを同時に行う取り組みは東海地域でも珍しいということです。対象は運転免許証を返納するなどして買い物に不自由を感じている五十鈴地域に住む高齢者で、今日は応募のあった中から抽選で選ばれた70代から90代までの女性4人が参加しました。参加したお年寄りたちは歩く力や体のバランスなどを測定し、理学療法士から自宅でできる運動のアドバイスを受けていました。自分もこんなとこが不安やなっていうことをお聞きしたりするのにちょうどいい機会だったなと思います。一人暮らしやもんで、どうしても買い物がね、この暑い時はちょっと行かれないもんだから、まあぜひこういうことをね、広めていただければなと思うんですけど。その後、参加者はそれぞれにショッピングセンターでの買い物や食事を楽しみました。この取り組みは月に1回、合わせて3回がセットになっていて、来年3月まで行われる予定で、次回10月からの応募も受け付けているということです。